リアル脱出ゲーム密室美少女は2013年7月20日から9月28日までテレビ東京の土曜24時50分25時15分枠で放送された日本のテレビドラマリアル脱出ゲームとしては TBS で不定期に放送されているリアル脱出ゲーム TV に次ぐドラマ化となる最終話は30分拡大の24時50分25時45分に放送 5人の少女たちは目を覚ますと見知らぬ部屋に閉じ込められていた。皆同じ年齢の15歳。外部との連絡も遮断され、そして突如壁に映し出される謎。30分以内に謎を解けなければ死ぬ。果たして彼女たちは謎を解き、この奇妙な密室から脱出することができるのか。リアル脱出ゲーム TV と同様、視聴者も謎解きに参加することができる。 放送終了後から、翌週の放送開始までの1週間、番組公式サイトより回答の入力が可能。最も早く正解した視聴者は、翌週の放送で、ハンドルネームが読み上げられる。また、Twitter、Facebook、Google のアカウントと紐付けることにより、公式サイト上から、自分の順位を確認することができるようになっている。地上波テレビ放送としては珍しい試みとして、 YouTube 上の公式チャンネルを通じてドラマ本編が丸ごと無料公開されている。公開期間は放送終了翌日の24時から一定の期間。これによりテレビ東京の受信範囲外に住んでいても番組を視聴して謎解きに参加することが可能である。密室に閉じ込められた時に少女たちの体には番号が記されていた。リアル脱出ゲーム 謎解きドラマは、正当率1%キャスト陣も、たじたじのレベルの高さ満タンウェブ2013年7月12日、答えが分かっていたにもかかわらず、チはヤに脱出の権利を譲り脱出失敗のため。放置新聞。リアル脱出、荒い萌え、閉じ込められる感が半端ない。2013年7月15日閲覧。サンスポー、コム、荒い萌え、南海ミステリー挑戦。 レベルが違います。2013年7月15日閲覧。スポニチ。15歳新人水谷夏ホ。すべてが新鮮。2013年7月15日閲覧。オリコンスタイル。新人女優、水谷夏ホ。ドラマ初出演は、新鮮で楽しい。2013年7月15日閲覧。最終話の本編最後に、マダム・マーマレードの異常な謎で、 マダム・マーマレード役を演じている、川口春奈が、ゲスト出演した。謎解きネマ・マダム・マーマレードの異常な謎ニュースブログ、リアル脱出ゲーム密室美少女 DVD、発売決定。ありがとうございます。